おー、出てきた出てきた、危な出てきた、危なー、合ってない合わそう思ったのにな。どうも、こんじゅうさんです。ウエストウッディの割り出しですね。これ今回が4セット目のやつなのかな。トータル今卵が29個、この4セット目21個取って50個にしたいかな贅沢よくなるな。まあでもトータルで言うと4セットってことは1ヶ月ぐらいか、ね、ってことですよね。1週間で1回割り出ししてるんで、はい、で今日のね4セット目の結果をね皆さんで見ていきましょう。お願いします。はい、うちのエース君、4週目ですね。はい、4セット目あげますね。はい、はい、とりあえずこれから行きましょうか。はい、それ VN ですかね。これ VN っすね。これなさそうやな。まあ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 、とりあえず置いときますわ。削りこう。なこれ行きますよ。はい、前のかじりやもんね、これかじりあたやもんね、大体が戻しがないから。うん、もう約1ヶ月ですよね、4セット目やから。まあ埋め戻してはないっすね。これか幼虫を返して、これ怪しいんだ。風呂鳴ってる。おー、出てきた出てきた、危な出てきた、危ない出ました。クッションの上に、クッションの上に本日第1号今 BGM テッタレーってなってるね。あ、なってるこの辺はちょっとな、かからねえな。この元からもうボロボロやからさ、これ怪しい。お、来た、あ、違う、あったあった、あった、うん、空洞や。おー、だったらあら、音程違うでしょ管理してる卵、はい、結構膨らんで丸まんまんまになってなってましたね。うん、だから優勢なのかな、である確率あるね。はい、うん、怖い怖い怖い大丈夫です大丈夫です。うーん、ニコめっちゃ余談なんですけどね、はい、最近ね、こんちおじさんの YouTube、はい、うちの親戚とか親が見てるらしいですよ。そうなんや、ね、はい、見てくれてるみたいです。あったあった、上の部分に、上の部分にあるな。いきますよ。はい、ね、しまれた、うん、できた、パッパラー。この煮干し広いねんな、あれの空洞があるような感じ、うん、そうな、うん、丸いのに奥の方にめっちゃ向かう。はい、おなか合ってないこれ50いけるかもしれない、うん、この際だけで、うん、今33きた、ただー深爪隠したいいじゃないですか、深爪。あがんよ、清潔感あって。あが、恥ずかしい部分、すなわち恥部今日あと何分ぐらいしたらさ、はい、3号さんタバコ吸い出すんじゃない。今日もまたあのクリーニング行ってきた。歯ね、歯医者さん、はい、今日僕が到着したらすっごい笑顔でアピールしてきとったからね3号さんマスクで隠れてるから分かんないですけど、歯並び綺麗でね、めちゃくちゃ。はい、よせやい、褒められて照れてるやん。うぃー、6個目、6個目、この材めっちゃ多いな。うん、まあ一応一旦、はい、はい、さあこれあと残り全部7材ですね。多分1入れたやつと9型と、うん、これです。あ、これ完全やな。はい、7個目よしよし。やっぱこいつにはよう思うね、こいつだけで11個取れてるわ。ここも怪しいですよね、角ね、うん、これでもついてただけかもしれないな。一応9かな、それぐらいね、今日はね、はい、あら、デビルアイ出さんねや。まとめた。待ってもらいましょう。しゃあなしやな。まあでも1個ちょっと欲しいからな。うん、ちょっと頑張ろう。2桁いきますね。あと1個で。もう奥の方やるな。俺も新たなシャンあるかな。入った。モード入った。近いな。ほら、のんけや言うてた
今日ずっと近いね、これ。まあ甘えん坊や。欲してんねん。おっさんでもええぐらいで。天が、天が近い。出た、天が。そうなんやろな、うん、高さなのか、うん、質なのか、さすがの三号さんでも無口なのね、この作業してたら、うん、真剣やからね、うん、いつもふざけてるみたい適当に採取してるみたいトントン出てきた、10個目、結構もう丸いな、うん、パッパッとこう触っただけで、あ、違うベテランやね。だってやっぱ見つけてるから、うん、毎回な。うん。うん。何？また見つけてくれました。全然。でも綺麗。見て、綺麗。潰れてない。大丈夫そうですね。いける？はい。はい。ああ、やっぱりこれね、もう11個。それも今のも結構ちょっと丸いから前の。うん、取りこぼしかもわからんな。残り2、その2、頑張れ頑張れ。よし、以上かな。以上ですか。最後ちょっとまた、うん、しような、うん、銭やからな。うわ悪い顔してた。銭の雨あられやさすがにここに、なるほど、落ちぶれちゃいない。オッケー、以上。では今回の成果は2、4、5、8、10、11個。今までので4、12、13で今日11で合計40。40。うん。いい感じですね。4週目で40。来週また10個ぐらい。うん、お金の匂いが。この子動き回ってるものはまだあるので、これ元気やからとりあえず100、うん、あでも100卵採取してもどれだけ浮かするかですよね、まあ、最終的には3割ぐらいしか3割ぐらいしかくれるだけね、うん、やっぱこれあれ生命力はやっぱもともと弱い、そうやね、誤食開始して、うん、大体半年ぐらいでお亡くなりになるらしいんで、弱いのと思うな、まあ、まあでも誤食開始まで1年休眠期間あるから、うん、その期間もったいないよな、うん、まあでもその休眠させないとね産んでくれないんで、うん、卵がわがまんままだちょっと削ったり場所変えたりしてね、ゴルフトレックで、はい、あわよくば2、3ヶ月は、うん、産卵し続けてくれたら、そうやね、まあ100近くいくんちゃうかなと思ってますんで、はい、まあ、ゼリーもよく持ってるね、うん、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。いい